綺麗な夜景だ。妹も見られたらいいのに。あの時暗い影が見えたんだ。嘘よ。また私を驚かすつもりね。嘘じゃないよ。本当に見えたんだってば。ママ、このお花たちすごく綺麗。ええ、いつも美しく咲いてるわね。このお花、あのピンク色の髪のお姉ちゃんにプレゼントしてあげよう。とっても悲しそうに見えるから。こんばんは、メイさん。ええ、私も驚きました。こんな普通の夜は久しぶりです。まるで日常へと戻った気分です。今までの戦い、末日、追憶が長い夢のように感じました。すみません、変なことを言いましたね。気にしないでください。ええ、神出鬼没の敵以外特に危険はなさそうです。どうしてアポニアはここを隠していたのでしょう。いえ、まさかエリシアがその剣を教えただなんて。そのことに驚いただけです。なるほど、きっとあなたには真相を知る権利があると考えたのでしょう。え？続きを教えてもらえなかったんですか？火を追う側は確かに最初の提案を却下しましたが、その後彼らは折衷案を出したんです。彼らは選び抜かれた5人による護衛決を作ることでエリシアの考えた英傑制度を推進しようとしてました。はい、エリシア、ケビン、ビルビ、スー、それから私です。ですがエリシアは断固として妥協しませんでした。多分もともと護衛決以外の人たちが避難されていたので、エリシアは彼らのための権利を勝ち取りたかったのでしょう。はい、私も理解できませんでした。ですが火を追うガガワの理由は未来のない人間はいらないと。彼女は私よりもずっとふさわしいはずなのに。それは身に余る褒め言葉です。いいえ、おそらく戦略を決める側はそもそもその名前を知らなかったのでしょう。あの惨劇が起こるまでフェリスは数多くの第二期融合戦士の一人に過ぎず、戦果もありませんでした。上層部は彼女のことを何も知らなかったのです。あまりにも純真だからこそその力をコントロールできないのです。そして子供というのも一つの問題でした。
コズマの場合、体の状態が理想的とはあまり言えなかったんです。ビシュヌの因子が彼の理性をいつ蝕むか分かりませんでしたから、それが理由です。毒葉は早い段階から火を追う蛾の内部で起きていた権力闘争に加わっていました。上層部に彼女と関わりを持った人たちがまだいたようです。刃の鋭さを知っているからこそ、それが自分の首に当たることを恐れていたのでしょう。ええ、ご存知の通り、火を追う十三英傑の称号は広く伝わりました。よく考えてみれば、彼女がしてきたことは儀式的なものが多いのですが、順位や刻印、会議長として使われた黄金の庭も、誰もが彼女のペースに合わせていたわけではありません。でも結果的にみんな彼女の言う通りになりました。こう話すのは少し変かもしれませんが、エリシアが私たちにしてきたことはなかなか楽しかったです。彼女の言う仲良しという目的が達成できたかどうかは分かりませんが、誰も彼女の情熱を無視できませんでした。その目線から考えれば、彼女はすでに成功しているのでしょう。理解や必要性、もしくは単なる妥協。英傑制度は一度も正式に許可されていませんが、少なくとも彼女の前で否定することはありませんでした。そういった一体感と帰属意識は一つの救済だったのかもしれません。希望と未来を失ったことへの救済です。私にはわかりません。まあ、彼女が何を考えてるか見抜けることはそうありませんでしたが、確かに彼女は真心を持って周りの人たちに接してきました。最初からそうなんです。出発の準備をしたの、さくら？ああ、リンに合流の場所を教えた。わらわたちは二手に分かれて出発する。リスクのある計画に聞こえるわね。もっと安全な計画を立てる時間などない。一か八かにかけるしかないのじゃ。それより、何時は大丈夫なのか？私？サクラがいないと寂しいかってこと？もちろん大丈夫じゃないわ。リンが第十二律者だという情報をわらわに教えたのは何時じゃ？もしわらわたちがこのまま行方不明になったら、何時は疑われ責任を問われるやもしれぬぞ。教えたのが私だなんて誰もわからないと思うわよ。それに私だってわかったとしてもどうすることもできないでしょうし、もしかしたら汝を閉じ込めるやもしれぬ。奴らが凛にしたように、私は十三英傑のトップに立ったことのあるエリシアよ。私を閉じ込められる場所なんてあるはずないでしょ。十三英傑か最初は汝の気まぐれかと思ったが、まさか今に至るまでそれを守り抜くとはな。それが汝の目標なら、わらわも味方しよう。ただエリシア、リンは本当に無事か？それって
どういう意味？費用を奪わ、何の根拠もなくあの子を大十二律者として認定したりはせぬ。もし桜、凛に何か異常があると思う？いいな、あの子は凛じゃ、昔と変わらぬ。だったら彼女は普通の人間よ。費用がの面々が何を発見したとしてもね、あなたより凛を理解している人はいないもの。わかった、わらわは凛を信じ、何時も信じることにする。ええ、ところでさくら、楽園で記憶の同期をした方がいいんじゃない？今の気持ちを記録しないとなんだかもったいないような気がするのよ。いいな、遠慮する。凛の身にあったことをあのわらわに知ってほしくないからの。たとえ。わかった、今度記憶の同期をするとき言ってらっしゃい、さくら。感謝する、エリシア。刹那の名の本当の意味気に入っておるぞ。ではさらばじゃ。はーい、さくら。奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。